にちは、キャブタビです。では今日はお家に届いたこのリタイムさんの商品をご紹介したいと思います。まず一番上に置いておりますこちら 48V 3000W ハイブリッドインバータ、そしてこちら2つでございますが 51.2V の 100A 2台でございます。では 3000W インバータの開封の儀を始めたいと思います。お肉を、ここはでか、ちょっと今ハマっちゃってますけど、こちらが 3000W オールインワンソーラー充電器インバーターでございます。製品マニュアルは日本語でわかりやすくなっております。ちょっとペラペラーとめくってみますね。これ追加部品とか、まあ、目次があったり、あとは仕様があってパーツ参照図とか、次にもこのように分かりやすく図が入った状態で、見ていただきながらこうできるようになっております。こちらはアイコンの機能説明です。こちらは電圧や温度などのリアルタイムデータの説明です。こちらは動作モードや出力モードの説明です。こちらは設定パラメータの説明で、オレンジ色がデフォルト値です。バッテリーの種類とデフォルトパラメーターとか、あと故障コードというふうな形で一般的な故障の対処方法まで入っております。こちらは本体と付属品です。幅 336mm、 高さ 426mm、奥行き 124mm、 重量 10.5kg、 保存温度マイナス25度から60度、動作温度マイナス10度から55度、無負荷時の消費電力一般モード 50W、 省エネモード 30W、 太陽光発電キャンピングカー、防災予備電源オフグリッドに最適なハイブリッドインバーターです。おー、1. MPPT ソーラーコントローラー、 2. インバーター、 3. 充電器を統合したオフグリッドソーラーシステムの究極のソリューションとなります。無停電電源装置 UPS や複数の出力モードなどの機能により信頼性の高い電力をサポートします。負荷出力短絡、加熱、過負荷などの包括的な保護機能を備えています。RS485 通信プロトコルをサポートし、低電圧、過電圧、過電流などのシステム情報を遠隔監視、管理できます。換気が良く、涼しく乾燥した環境に設置、直射日光、高温、水から保護された場所に設置し、配線と換気のため最低30センチの空間を確保する。バッテリーの近くに設置、ケーブルの電圧損失を最小限に抑えるため、製品とバッテリーを近づけ、適切なサイズのケーブルを接続する。なるほど。MPPT 最大 PV 入力は 145V、 動作電圧範囲は 60V から 145V、 推奨は 60V から 115V となり、最大入力電流は 50A となります。こちらのソーラーパネルの場合、最大出力動作電圧は 34.33V のため、最低2枚直列に接続して 68.66V とする必要があります。最大では 145V 割る 34.33V、 4枚直列に接続できます。推奨では 115V 割る 34.33V、 3枚となります。こちらのソーラーパネルの場合、最大出力動作電流は 12.97A のため、50A 割る 12.97A で3枚並列に接続できます。4400W。先ほどのソーラーパネルは 445W なので、並列推奨3枚かける直列3枚で9枚使用して 4005W となり、4400W 以内に収まります。最大充電電流は 80A。AC 充電器に関しましては、AC 入力電圧は 100V。
最大充電電流は40アンペアになります。こちらは吸気口になります。こちらは AC 入力ブレーカー。この部分をご説明していきたいと思います。こちらスイッチ、アース端子に AC 入力端子台、 AC 出力端子台、 N/A USB-B ポート、 RS485 ポート、ドライコンタクトポート。この大きい2つは冷却ファン、バッテリープラス端子とマイナス端子、 PV 入力端子となっております。こちらが LCD スクリーン、こちらが LED インジケーター、こちらが操作ボタンになります。統合された LCD 画面と LED インジケーターでバッテリー、MPPT、AC 出力、AC 入力、パラメーターを簡単に監視できます。ではこちらの中をちょっと見ていきたいと思います。では外してみますね。はい、こんな感じに中はなっております。AWG についてケーブルの太さを表す単位、アメリカではアメリカンワイヤーゲージの頭文字を取って AWG と呼ばれ、 UL 規格として認定されています。日本ではスクエアミリメートルが語源となって SQ、スケア、スケと呼ばれ、 JIS 規格、ジャパニーズインダストリアルスタンダーズとして認定されています。 4AWG の断面積は21.15 平方ミリメートルで22スケアと対応しています。また 4WG の許容電流は115アンペアとなっています。換算対応表はご覧の通りです。AC 入力用のケーブルと熱収縮チューブと導線コネクターです。右の工具はマルチワイヤーストリッパーといって、電線系を自動調整で被覆を剥くことができます。左の工具はハンドプレスといって、端子またはスリープを圧着することができます。なるほど。こちらのコードの被覆を剥がして導線が見えた状態で、こちらをかぶせて圧着させます。では引っこ抜けないか試してみます。はい、大丈夫です。圧着まで済んだら熱収縮チューブをかぶせてドライヤーで温めてギューって密着させます。ではこの緑のカバーをここの面に合わせて、ではドライヤーを、付属のドライバーでこちらに差し込んで緩めます。差し込んだ後に締め付けます。アースが緑でライブが黒、ニュートラルが白になります。こちらは出力系のケーブルになります。ちょっと胃カメラみたいですね。こちらは 48V バッテリーの配線です。赤がプラス、黒がマイナスです。このままだとちょっと大きいので、こちらに先端を変えて差し込んで、上からネジで締め付けて固定をします。このように接続します。はい、こちらは PV の配線です。赤がプラス、黒がマイナスになります。 AC 入力と同じように、こちらも圧着させてドライヤーで
温めて熱収縮チューブを密着させます。付属のドライバーで緩めて差し込んでまたきつく締めます。このように接続します。キャンピングカーで使用する場合はこの製品の他に走行充電器、バッテリーとソーラーパネルを用意すれば簡単に電装システムを構築できます。本日はここまで。次回は 51.2V 100A リチウムイオンバッテリーをご紹介します。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。